吉田さん喉が痛くなったんでキャラメル食べてますあの何で騙されるかってことなんですけどもまあいろいろと理由はあると思いますで私ねお金を貸してくれって言われた時にあのいいよって言って貸すこと今でもあるんですよただし30万貸してくれって言われた時にいいよって30万ちょっと全部は無理だけども4000円ねって言って渡しますね いやそれでいらないって言うんだったら、ああ、じゃあすいません、引っ込めます、みたいな感じです。で、こっちは4000円貸してあげるっていうのに、足りないよ、30万にしてくれよって言われてもね、4000しか貸せないんだよね、ごめんね、って感じですよね。貸さないとは言ってないけども、なんで4000円ダメなのみたいな感じですよね。じゃあ5000だったらどうみたいな。なんで30万きっちりじゃないといけないんですかと。30万が欲しいとしても、 そのうちの半分ぐらいは自分で作ろうよ、みたいな。まあ、そんな推し問答で <laughs> 終わらしていくのが一つ。もう一つはね、30万貸してくれって言った時に30万貸すんですよ。今日の夕方返してくれる <laughs> むちゃくちゃ短期というね。1時間だけ貸してあげるとかね。真顔で。うん。だからそう言ってるうちにもう諦めますよね。あ,あ、これダメだ、みたいな。で、私は貸さないとは言ってないんですよ。ただ、貸す期間を、 借りりりる人の言いなななにはなりませんんよよって形なんですよでだからこちらから貸す側がじゃあ返済期限をこちらで設定してもらえますかうんじゃあ40分だけ貸しますみたいなねまあそんな感じですよね私の場合はまあトンチみたいなもんですけどもいやそうするとねあの貸さないっていうふうなことを言わなくて済むんですよ貸すよとも言えるんですよ貸すって言うんだけども、まあ、全部が要求通りじゃないけどもねみたいな感じです まあそれでやり過ごすかなっていうのが私のお金の貸し方ですね。うん、で、このエピソードって面白いのは、あの、実はね、過去に使ったことがあって、でね、これね、あいつは貸してくれなかったって言いにくいんですよ。いや、あいつは貸してくれたよと。30万って言ったら4,000円貸してくれたって言うんですよ。で、この知恵が広まっていくんですよね。でも、4,000円貸して帰ってこなかったら、やっぱりそんな痛くないでしょ。 で、4000円ぐらいだったら多分返すと思いますしね。30万みたいな金額が返ってこなかったら痛いし、30万返すとなると、あの、借りた方って、借りた瞬間に自分のお金みたいになって、返すっていう行為っていうのは、なんかね、返すというよりも、支払うみたいな感覚になるんで、返すのが億劫になるんですよね。まあそういった心理的なことも考えてね、今みたいな2つの方法を私は取ってますね。ということで今回は、貸すというテーマでお届けしました。 あなたの貸し方は何でしょうか